母乳育児は大変だ、母乳飲ませる時に体が痛い、肩が痛い、腰が痛い、首が痛いっていうママによくお会いします。どんな飲ませ方してますかって聞くと、例えばこんな風に、こんな飲ませ方で母乳を飲ませていたらママの手首も肩も腰も痛くなりますよね。病院で教わるやり方多いのが横抱き、縦抱き、フットボール抱き、この3種類だと思っている方が多いんですけれども、まだまだありますよ。例えばソファー授乳、後ろにもたれながら背中を楽にして飲ませる姿勢です。これだと肩が凝らないのでとっても楽ちんです。添い乳、この飲ませ方は右を向いて右側のおっぱいも左側のおっぱいも飲ませることができます。同じように左を向いて飲ませることができるので、添い乳だけで4種類飲ませることができます。テーブル授乳、これは食べながらでも飲ませることができるし、特にお兄ちゃんやお姉ちゃんがいらっしゃってご飯を食べさせなくちゃいけないっていうママにおすすめです。肩こりさんも体が楽です。あぐら授乳、意外かもしれませんがこれとっても楽ちんです。ヤンキー座りのような前傾姿勢が得意な方は特に楽ちんです。お山授乳、壁にもたれながら赤ちゃんをママの足の上で抱っこしながら飲ませるので両手が空きます。この飲ませ方するとうわ楽というママによくお会いします。スリング授乳、スリングという布でくるむような抱っこ紐に入れるとこのまま抱っこした状態で授乳することができます。お外に出かけることもできます。今ご紹介した飲ませ方は私が名付けているので検索しても出てきません。でもとっても楽ちんなのでぜひお試しいただきたいです。赤ちゃんが生まれたんだから頑張らなきゃ、母乳を飲ませてるんだから肩が痛くても腰が痛くても当たり前、お母さんなんだから弱音を言えないって思って体が辛くても耐えながら授乳している方によくお会いします。命を生み出したばかりのお体、とっても大切なお体です。ママのお体を守りながら楽な姿勢で授乳していただきたいです。